このチャンネルは保護猫の魅力を発信し、里親様を探すお手伝いをしています。最後までごゆっくりご覧ください。皆さんこんにちは、猫兄さんです。今回の動画はスコティッシュフォールドのクリーム猫、里親さん退院おめでとう、リハビリ頑張ってということでですね、この子がアーサーくんって言いますよ。里親さんは実はいてるんですけれども、脳出血で入院したということでね、一時は危ない状況だったんですけれどもね、この度退院しましたよ。で今はですねリハビリ中ということでですね、リハビリが終わりますとね、アーサーくんお迎えということになるようなんですけれどもね、よかったですよね。まあアーサーくんもね早く会いたいと思ってるかもしれないですけれどもね、それ以上に里親さんが本当に心配してるかなと思うのでね、そのリハビリを頑張ってもらうね、まあ、その応援の意味を込めて今回の動画を作ってみたんですけれどもね。でアーサーくんっていうのは、ね、本当に人懐っこい子でね、撮影しようとするともうすでに膝の上に乗ってたっていう、そんな感じだったんですけれども、またこのね気持ちよさそうな顔めちゃくちゃ可愛いでしょうね、たまらんわ。で他の猫ちゃんとも結構仲がいいんですよね、一緒に遊んだりとかもできるんですよ。お尻トントンとかも好きそうですよね、今お尻上がってますよね。かわいいな。で猫ちゃんが近くにいても全然怒ったりとかしないですよね。あどっか行っちゃう、そうでもないんかな。あどっか行っちゃう、あまた戻ってきてくれた。結構周りのことにね気を使うタイプなのかなっていう気はしますね。すごい人懐っこいな。また膝を乗ってきてくれた。ねえ、めちゃくちゃ可愛いな。今回のお店は大阪十三駅近くにある保護猫カフェ猫の木さんです。おもちゃ好きな子が多いんでね、一緒に遊べるんですけれども、アーサーくんどうかな？ちょいちょい、あ、ちょいちょいしてくれたね。あ、いいやんか。元気いっぱいやね。あ、後ろからねラガーマフィンのウルティちゃんが来ましたけれども、この子も遊ぶの大好きなんですけれども、遊ばないかな。うん、本当にね可愛い子でしょウルティちゃん。あ、来た。やっぱ来ますよね。ねえ、本当にみんなねおもちゃ大好きやな。で結構順番待ちができる子が多いんですよね。一緒に遊んだりできんねんな。社会性身についてる子が多くてね、本当にね過ごしやすいですよね。あんま喧嘩とかもね今回なかったので。あ、どっか行っちゃう、またあ戻ってきてくれた。棒の部分で遊んでくれんねんね君は。いい子やんか、アーサーくん。かわいい。ちょいちょい。あ、ウルティちゃんと一緒に遊ぶ。膝の上でじゃれてくれてる。あ、コロンってなった。いいですね、一回転したよ。あ、たまらんな。カミカミ。保護猫カフェっていいですよね。もう本当に万が一の時とかもね、サポートしてくれたりとかね、するお店も結構ありますからね。里親さんに関しましてはですね、何か問題とかね、困り事がありましたらね、保護猫カフェとかに、ね、相談してもらえればね、すごい力になってもらえるかなと思いますのでね。あら、青い瞳やな、この子。めちゃくちゃ綺麗やな。カミカミすんな、アーサーくん。で前回もねアーサーくんの動画出したんですけれども、その時のね動画をね里親さん見ていただいたらしくて、コメントもいただいてね、ほんと嬉しかったんですけれどもね、今回もね見ていただければね嬉しいなと思っておるんですよね。でアーサーくんの存在がですね、リハビリの原動力になるんじゃないかなって思うんですよね。こういったねペットといいますかね、伴侶動物とかって言われたりとかもするんですけれどもね、そういう身近な存在がいてることでね力になりますもんね。猫兄さんもですね、やっぱ我が家のニャンズに力もらってますからね、まあ、大変なこともありますけれども、まあね、このね可愛い動画を見ていただいて頑張っていただければなと思っております。しかしコロンコロンしてるな。ねえ、棒でよく、あ、ウルティちゃんも来たやん。ウルティも可愛いな、この子は。スタッフ猫なんですけれどもね。長毛と短毛の可愛い子みたいな、結構似てますよね、柄がね。いいなぁ。アーサーくんって普段結構おとなしい子なんですけれどもね、遊ぶときは遊んでくれて本当に最高な子ですよね。穏やかやし、全然攻撃性もないですしね。周りにも気を使えるようなそんなタイプですよ。ウルティちゃんも遊んでる。ね、こういうね無邪気に遊んでくれるのもいいですね。あ、膝に乗ってるやんか。
毛並みもすごくいいんですよね。で撫でると気持ちよさそうにしてくれるしね。いやほんと癒されるわ。もうちょっと遊ぶ？あ、まだ遊んでくれんの。うん、カミカミ。両手で遊ぶのとかいいね。で、アーサーくんと遊んでるとですね、他の猫ちゃん近づいてきてくれるんですけれども、今ブレたでしょう。このね、茶色のアメリちゃんって言うんですけれども、カメラに突撃されちゃいました。ねえ、映らないんですけれどもね、突撃されたら。あら、お手手乗ってた。かわいい。あらららららら、この顔。たまらんな、この顔。めちゃくちゃ可愛いやんか、あんた。手当てでちゃいちゃい。カミカミいいね。周りすごい気にするでしょ。で他の子が遊ぶとね、目を引いてくれたりとかするんですよね。アーサーくんめっちゃエコやんか君は。ちゃい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 。で自分のところに来たらね、遊んでね、すごいいい子よ本当に。ちょっともう一回撫でていこうかな。お腹マフマフお尻タンタン。何が好きかな。またパッカーンなっておりますけれども、これまた可愛いな。ねえ、噛んだりしないでしょ、お腹もふもふしてんのに。優しい子やで、あんたは。あ、ちょっとじゃれたい？あ、ちょっとやれたかな。でも、ああ、全然嫌がらないね。ちょっと甘噛みしようとしたんかな？ん？まふまふ。あ、ちょっと興奮してきた？あ、やっぱ棒で遊びたいか。かみかみ。アーサーくんもね、里屋さんに会えなくて寂しいと思うんですけれどもね、こうけなげに待ってくれてるっていうのはいいですよね。また会った時はね、どんな表情してくれるのかなって、すごいね、猫にさん、それも楽しみなんですけれどもね。お膝には来ないかな。うん、じゃあ、いや、立ち上がってくれた。走り回ったりするかな。あ、ちょっとしてくれる。あ、走ってる。けどやっぱ周りのことを気にしながらね、遊んでるので、思いっきりなんか全力で走ってるって感じはしなかったんですけれどもね。猫ちゃんが少ない中でやったらまたね、違った遊びになれるかなと思うんですけれども、もうそれはね、もう里屋さんの特権かなと思うんですよね。遊んでるよ。あら、ウルティちゃんまた遊んでくれる？あ、待ってるの。アーサーくん順番待ちしてるよ。偉い子や。アーサーくんもね、もうちょっとしたらね、里屋さんに会えるかなと思うのでね、その時を楽しみにしてもらえたらなと思うんですけれどもね、里屋さんも早く会いたいですよね。こんなに可愛い子でね、穏やかな子なんでね。猫兄さんもその日を楽しみにしております。皆様いかがだったでしょうか。アーサーくんは本当に可愛かったですよね。これからも猫ちゃんの可愛い動画、癒しの動画配信していきますので、チャンネル登録や高評価よろしくお願いいたします。はい、今日の動画は以上です。保護猫カフェ猫の木さんでした。里屋さん、リハビリ頑張ってね。